在東在南の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょ恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。9月も2週目でございまして、はいはい、そうですよね、着実に年末が近づいてます、はい、でもあんま変わらへんけどね、これみたいな。そうですか。毎年そのね、毎月そ、同じフレーズ、早いですね、早いですね、そんなに変わってなくて。そうですか。5年前と変わってない。おー、ありがとうございます、うん。まあ、それはのこばさんが20キロ痩せたことを、自分が変わったっていうことでしょ。フリーハワーに、まあ、あのどうぞ、進んでください。はい、いろんな振りがありながら、はい、今週も内容盛りだくさんにお届けしてまいります。ゲストはもちろん湯原まさゆきさんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。今週のジャックス娘はザ・ピーナッツの恋の風雅です。聞いてください。追いかけて追いかけて疲れつきたいの、あの人が消えてゆく雨の曲がり角、幸せも思い出も水に流したの、戸惑うつ雨の音、頬濡らす涙、初めから外したの真珠の指輪を、初めから結ばれない約束のあなたと私、帰らない面影を胸に抱きしめて、口づけをして見たの雨のガラス窓、ドゥドゥビドゥバ、ドゥドゥドゥビドゥバ、ファイヤファイヤファイヤ、ドゥドゥビドゥバ、ドゥドゥドゥビドゥバ、ファイヤファイヤファイヤ。演歌ジャックスをご覧の皆さん、こんにちは、沙織です。 YouTube チャンネル私やるから見ていただいてますか。いろんな素の私を見ていただけますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はもう一度聞いてください。大きな空、青い海、あの日歩いた幸
らゆら揺れる面影が川面に流れて消える。かけても離れてしまう。瞬く間に消えてゆく。遠くまで流れる雲になり、長生忠之の昭和歌謡裕次郎を歌う。待ってました。さあ、長生忠之さん、そして奥様で女優の藤川真知子さんです。よろしくお願いいたします。はい、本日の歌はさっきあの題を言いますと、はい、こぼれ花、こぼれ花という歌。こぼれ花、はい、うん、夜霧を今夜もありがとうという映画の中で、はいはい、裕次郎がピアノを弾きながら歌っていた歌がこの歌です。はい、そしてあのこの歌はサンバラトリオ、サンバカじゃなしにサンバラトリオと言いまして、うん、はい、萩原作詞、上原作曲、石原歌唱というような感じで、このサンバラ3人で作った歌で、ございまして、まあ、錆びたナイフ、それから、夕日の丘、そして赤いハンカチに次ぐ、ヒットを飛ばしているというそのような曲。なるほど、素晴らしい知識です。はい、はいはい、それでは曲紹介お願いします。はい、今申し上げました、こぼれ花です。聴いてください。赤いのばらがただひとつ、あれののすみに咲いているものに泣かれた山影に風に震えて咲いている。ちょうど去年の今頃か、泣くなと言えばなお泣いた。あの子の檻にまだひとつ咲いていたの思い出す。寒い夕日が落ちたとて、あれののばらよ散るじゃない。お前も俺もこぼれ花。
同じ定めのこぼれ花。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。土地、建物、マンション、お電話ください。クッチャで楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。この夏に思うのが悩んだことっていうか、こうエアコンの設定温度っていうの人それぞれ違うじゃないですか。なんかこうあります、この温度みたいなとか。あ、あんまり冷たいの苦手なんで。意外や意外。暑がりなんですけど苦手で、どちらかともう扇風機が好きで、扇風機さえあればもう夏はいつでも過ごせる。ちょっとだいぶ驚きです、そうだからもう別に適当で。本当に扇風機はね、パーッと髪の毛が乱れるから、ブブーッと。どちらかというとエアコンガンガンかけながら、足元に、お布団着てます。まだに足元とお腹は冷やさないように、夏でも秋でも冬でも。結構ね、その人とのこの接点とかで難しいところでもあったりするかと思うんですけども、コバさんは意外でございました。意外でございました。はい、さあ続きましては、はい、この方の歌声です。演歌ジャックスをご覧の皆様、特売ジャパン岡田由美でございます。島根県の八重垣神社に咲いております御音つばきからこの歌が生まれました。御音つばき聴いてください。あなたと出会えたこの幸せを、なんで今さら手放せましょうか。心つないで生きてゆきましょう。これからもThank you.
今週のテーマはエアコンの設定温度です。まりちゃん。はい、まりです。私は普段はまあ28度でもいいんですけど、休む時は27度で部屋をヒヤヒヤっとしておいてから、あのお布団をちゃんと着て首にタオルを巻いてどかのちゃんみたいにタオルを巻いて休みます。あの喉の保護をしないとやられちゃうんで。そうか、そうか、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。志麻、はい、さんはどうでしょう。私はね、あのエアコン、特に夏はもう冷房がないと、はい、車でもそうですけどダメですね、うんうんうん。なんか小池さん、扇風機だけでいけるとか。いや、私は扇風機も使わないですだからもう夜中中すごい汗ですよね。はい、そんな感じでまだまだねエアコンにはお世話にならなきませんけども、はい、はい、では歌参りましょう。ハリマミカさん、ミーヒャンです。桜咲く丘。番組制作のことならメディアジャックス。
演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。番組制作のことならメディアジャックス。演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。ゲストコーナーです。今週のお客様も湯原雅之さんです。イエーイ、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、先週もですね、何もない手のひらは、歌っていただきましたけれども、本当に重ねて聞けば聞くほど前を向けるいい歌ですね。そうですね、味わい深くなるんじゃないですか。今回はカップリングにも大注目なんですけど、いきますか、はい、はい、かっこいいです。親父の勲章、はい、この曲は荒木豊久先生と、はい、湯原雅之さん作詞作曲で。そうでしたね。これね、ちょっと前にあの僕のために作った曲なんですよ、はい、ただいろいろ出すチャンスがなくて、まあ、今回あの何もない手のひらはちょっとミディアムテンポなので、ちょっとコントラストをつけるためにリズムものという、まあ、注文があったんで、じゃあこれをちょっともう一回、やってみようかということで、やりました。親父の勲章というのは、勲章というのはネクタイということですね。つまりこのネクタイにその自信と誇りを持って今まで生きてきた男同士が酒を組み交わすという、そういう歌です、はい、それでこのタイトルのこのところにこの章の字のところにネクタイがついてるんだよね。おしゃれです、はい、ね、これを合わせて聴いていただいたらもう怖いもんなしの怖いもんなし。まあ今回は両方ともね、僕は納得いくあの仕上がりになってるんで、まあね、売れればいいですけども、それじゃなくても自分がこんだけ、仕上げた感じ、これは実感できてますね、はい、充実感いっぱいで、はい、この暑い夏のこう打ち倒すみたいな。そうですね、勢いで、はい、まずこの大阪からプロモーションが始まって、はい、北海道から沖縄までこうおじさんが夢中って頑張ろうという話です。はい、湯原さんって何度お会いしてもこう年が変わらないというのが歌声もちろんですけど、本当に全く変わらないんです、ね、僕はいつも言ってるんですけど、7掛けでいいんじゃないですか。ああ、で僕正確に7掛けだと今 52.5 歳なんですよ。まあ逆算してみてください。まあそれぐらいの気持ちでいないと、うん、このコロナも暑さも不景気も乗り切れないという話ですね。ああ、そうですね、はい、今回のこの何もない手のひらはを上手に歌おうとしたらどうしたらいいですか。あのだから特別この大きなテーマも大きな起伏もあるわけじゃないので、あの詩と曲がちゃんと歌ってますから、それに沿ってメロディーだけは忠実にやっていただいて、あとは好きに歌っていいんじゃないですかね。あの自分の好きなメロディー、好きな詩、そこら辺をこう見つけ出すっていう作業で歌っていただくと、きっといい歌になると思います。はい、なるほどなるほど、しっかりとインプットして、はい、もう目もかけましたよ、はい、よろしくです、はい、いや本当にこうお越しいただいたらスタジオが明るくなりますし、本当にパワーをいただけますし、久しぶりに今回お越しいただいて、本当久しぶりだったね、はい、本当に夢のような時間でございました。いや、こちらこそありがとうございました。またぜひお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週のエンディングも湯原雅之さん、何もない手のひらはじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。手のひらを見つめてるこの手は空を飛べないけれど、そっとあなたを抱きしめられる。つまずき倒れて
踏みにじられても生きる夢なくしても何もないこの手のひらはまた何かをつかめるから悲しみを見つめてる思い出だけは消えたりしない暗い心の灯火になる友をなくしても絆が切れても寒い夜明けるまで何もないこの手のひらで今静かに祈ればいい見つめてる走り続けて生きてきたけど風に吹かれて空を見上げよう誰にも知られず頑張ったことを君だけは知っている何もないこの手のひらをふとつなげば二人になるふとつなげば二人になるご覧の各社の提供でお送りしました。